キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、部活廃止問題についてです、うん、NBO です。これはもうね、日本部活おせっかいです。部活ですか？日本ベースボールおせっかいです。いや変化するんで、日本部活おせっかい、部活おせっかい、はい、そうか、野球だけじゃない部活ですね、はい、うん、今中学校とか特に、うん、部活動廃止の流れで、はい、もう多分廃止になってる県とかもあるらしい。うーん、もう全県でもう廃止しようみたいな、はい、部活を、はい、のついて、持論を展開するという今日一日です。はい、まあ、今夏の甲子園もね、うん、やってますけども、うん、どうですか部活廃止。え、部活なくなったらでも甲子園の学校対抗とかなくなっちゃうんじゃないですか？中学校とか。あ、中学校の方が。そうそう。ああ、でも中学校のじゃあそういう大会とかっていうのがもう学校対抗がなくなっちゃいますよね。そうそう、だからまあ町のクラブチームとか行ってくださいと、うん、その全体的な議論としては、うん、学校の先生がもうブラックへと、はい、ね、学校教えてから部活と土日も休みないと、うん、で手当も1000円とか2000円しかないと、うん、1日1日で何時間教えても学校寮生の2200円、300円、でしかも部活の顧問とかが数多ければそれを分けなきゃいけないんですよ。だから野球部でコーチがいてとか、うん、5人とか6人とかなんですよ、うん、そしたらそれを分ける。だから1人500円とかだと1日、うん、でそれをもうその教員の人の負担を減らすために部活を廃止して、うん、そのクラブチームとかもう町にあるチームに入ってもらって、うん、やっていこうっていう流れですけども、どうですか？私が生徒だったら、私の中学って部活ってほぼ活動してなかったんですよ、うん、野球部とかも。野球部なかったです、私の中学は、うん、なくて、一応サッカー部とかあって、私は卓球部だったんですけど、うんうんうん、卓球部副部長にして3年間で部活2回しかやってません、うん、そういう本当に超ゆるい学校だったんですね。だから吹奏楽部とか美術部とか。吹奏楽もなかったかな。いないの生徒？いや、いますよ。文工とか。なんかもうほぼなんですかね、なんかもう同好会みたいな感じの部活で、でも大会出たい子は出たりするんですよ。うん、でももう自由で、うん、で本当に真剣にスポーツやってる子は部活に入らないで、うん、町のクラブチームに。うん、入ってたんですけど、それで成り立ってたんで、正直ですよ、うん、私は自分の経験談からして中学の部活正直なくても、うん、いい派でね、何の不自由もなかったです、うん、はい、じゃあ先生の経験がある先生どうですか？私は生徒立場からで、生徒立場ですか、うん、実際問題でいくと、うん、教員からすると、うん、僕は野球が好きなんですけど、うん、野球以外の部活を持たされるのが学校の先生なんですね、うんうん、ってなると早く家帰りたいんで、うん、やりたくないです、うん、でも、うん、例えば高校入試がある、うん、ってなった時に加点の対象になるんですよ部活動って。あ、なので生徒のこと考えるとやらなきゃいけない、うん、その葛藤があります、うん、そんなに高校受験に加点になるの部活っていう？公立だって内申とかめっちゃ大事じゃない？そう、推薦入試を受ける、うん、これは私立は別ですね、うん、でももし本当に真剣にスポーツをやってるんだったら部活の大会じゃなくてクラブチームでの結果でもいいんじゃないの？その内申って違うの？内申っていうか、ね、だってクラブチームは学校関わってないから練習態度とか分かんないから書けないじゃん。結果だけじゃないから、練習態度が真面目だったりとか、部長として副部長としてこういうふうなことをサポートしてくれましたよとかね。ああ、そっかそっか。もっと言うと、うん、学校に野球部があるのに、うん、クラブチームに野球部行ってると、うん、学校の人って嫌うんですよ。ああ、そうなんだ。なんでうちの子供やらないの、うん、もちろん実力上げないからなんですけど、うん、そうなってくると、うん、でも学校で頑張ってる方を上にしましょうって言って推薦推薦なんですよ。ああ、これが一番大変なことです、うん、そうしたらあれですね、やっぱ統一しちゃ、県は県で統一しちゃった方がそういう入試とかそういうのに関しては、でも全国でもなくなる方の方向性みたいな感じになってる、うん、確かに中学から高校に違う県に行くとかいろいろあるので、そしたらまあ全国統一しちゃった方がルールとしてはやりやすさはありますよね、入試とかそういった面には。あと、もっと困るのが、うん、例えば休みにする、うん、ある親は部活やらせてほしい、うん、なので休ますと苦情言ってくるんですよ。でそれに合わせて部活いっぱいすると休みないと言われるんですよ、うん、大変なんですよ。分かるでしょ、いいね。先生は大変だよね、はい、うん、それを勝手に電話されたんですよ、うん、県とか、うん、教育委員会そういう対応じゃなかったんですよ、うん、でさらに先生の仕事量も増えると。佐々木の意見は、はい、部活動廃止反対。わー、そうなんですね。そうそうそう、うん、
これなぜかっていうと、まず第一、うん、部活っていうのは貧富の差なく、うん、全員が平等にしたい文化系、運動系、すべてのもしあればね、部活動をできるよね、自由にね。でこれがもし部活動がなくなって町のクラブチームに行かなきゃいけないってなると、今学力でも貧富の差って言われてるわけよ、うん、東京でもね。もうお金持ちはいいところに行けるし、なかなか苦しいと進学率も下がるっていうところで、もう頭勉強も貧富の差って言われてるところ、スポーツももう貧富の差になっちゃう、うん、そうクラブチームに入れないからね。学校っていうのは頭がいい人も悪い人も、お金が持ってる人も持ってない人も、全ての人が最低限の学力を知識を身につけるために義務教育があるんだよね、うん、だから日本は全員が義務教育で中学校まで約9年間は学べるわけじゃんね、うん、で部活動も同じように貧富の差関係なく、まあ、中学校で言えば3年間自分がやりたい部活動を貧富の差関係なく取り組むことができるんだよね。っていうことは貧富の差関係なく大谷翔平になれるチャンスがあるのが部活動で、うん、部活がなくなったらもう貧富の差で大谷翔平になれないやつが出てくるんだよ。はってなった時に、うん、俺は部活は絶対いると思ってる。これはもう誰でもができるから、道具とかでもクラブチームに行った場合全部自分で揃えなきゃいけないよね、うん、でも部活に入ったら、うん、部のバットとかあるじゃん、部のヘルメットとかあるじゃんってなったら、自分で全部揃えなくても最低限揃えるだけでできるよね、うん、もしくは貸し借りもできるだろうし、うん、学校でもできるだろうし、うん、で学校が決めた大会もあるし、その学校に行くってことはもし公立の中学校だったら、まあ、よっぽどのことがない限り家からの通いで行けるよね、うん、ってなったら親の負担も少ないよね、うん、送り迎えとかもいらない。だったら俺はで次の問題が先生の重労働問題だよね、うん、ここはもう思い切って二部制やと思ってる。学校の授業だけを教える人が午前からまあ夕方前ぐらいまでじゃんね。で夕方前ぐらいから夜まで部活と学生指導を教える人の2部に分けんねん。1人がやんない。でその2部構成の人たちは教員免許を持ってなくても、うん、県の自治体とか教育委員会とかいろんなところで講習会を開いて、あのスポーツのマネジメントだったりとか生徒の関わり合いだったりとか、その体罰問題だったりとかっていうのをやっぱ講習を受けなきゃいけない。で年に 1,2 回の講習を受けながらミーティングも開いたりしながら、そういう括りをつけて指導者も指導しながら町の指導できる人を雇う。そしたらさっき先生が言ったように、うん、やりたくないこと、やってないスポーツを教えることもないのよ。もしくはもう退職してるけどもそういうスポーツに熱心で教えてくれる人だったりとか、うん、元プロ野球選手がいたりとか元プロのバレー選手がいたりとかっていう人が指導だけ入るっていう枠組みプラス学生指導を二部制ですることによって負担が減る。それはおき、ボランティアではなくてちゃんと仕事としてですよね。もちろんだから準公務員的な。ああ、もうそうするとあれじゃないですか、その今公立の学校の雇う人がまあ、バイトまでは言わないですけど、まあ、かなり部活によって増えるじゃないですか、うん、雇うお給料っていうところは中学校の先生って残業代も言えばそんなに多くなかったわけですよね。でそこに費やせるお金がそんなにないってことじゃないですか。だから当てるのよ、増やすのよ。あ、もうそこに当てるお金を予算を増やすだけだから、どうにか増やすってことですか。そう、うん、増税してるからね今、うんうん、増税しなくても増やせるらしいよ。あの明石の泉市長言ってたもん。はい、そんな当てられるんですか。当てれるって言ってた。明石市の例で言うと、うん、はい、一切増税してないらしい。へえ。増税してないけども、うん、人口が増えて出生率増えて、うん、でどんどん予算が上がっていってるらしい。税収が増えるから。でもそしたら残業代も増やしてくれればいいのにね。いや、出してあげてほしいですね。なんかもっと言うと中学校って高校と違うのは、うん、先生が少ないんですよ、うん、そもそも、うんうん、だから例えば数学の先生とかになると、うん、3学年にも教え回らなきゃいけないので、うん、20コマぐらい1週間で持ったりするんですよ、うん、そうなってくるとその間に担任を持ってたらなんか連絡帳みたいなのがあるんですよ、うんうん、ああいう対応、テストの点付け、うん、会議、全部あるんですよ、うん、なので生徒と向き合う以外の仕事が多すぎて、だからそこを分けてあげるっていうのは非常に僕はいいんじゃないかなっていうか。でもどうしても部活の指導がしたいっていう先生はそっちでも雇える。いや、両方やりたい人は両方やればいいじゃん。ああ、まあそりゃそうですね、うん、だって自分が望んでんだから、うん、それを別にやんなっていう人もないから、うん、両方やりたい人は両方やればいいっていう。うんうんうん、だからできない人はやんなくてもいいし、でこっちサポート体制入っていけばいいし、でそしたら貧富の差関係なく貧しい家庭の子供たちでも好きなスポーツをできて、うん、ひょっとしたら俺はもうあの
スポーツが一番人生を逆転できると思ってる。どんなに今生活が苦しい家庭でも、スポーツ一発当てたら年間10億円以上楽勝でいくからね。ってなった時に、そのスポーツを奪ってクラブチームにしか行けないようにして、そこでもお金かかるから行かせれないってなったら、スポーツ界にとってもマイナスだし、あのオリンピックとかなった瞬間に、なんや日本弱いなって言うんだったら、そこからスーパースターたちを作れるようにしていかないと、なかなかきついと思う。なんかダイヤの原石とか出てこないと思う、一切。だからその負担はもう二部構成っていう。中学校って部費ってないんですか？ほぼないよな。ほぼない。あ、そうなんだ。うん、まあ、あるところはありますね。野球部とかだったら遠征の時だけとか、うんうん、でもほとんど知れてる金額が、うん、だって俺中学校の時バットとかも全部野球部のバットだから、ね、キャッチャー道具も野球部の道具だし、ヘルメットも野球部の道具だし、グローブとユニフォームだけちゃう、自分でお金出してるの、スパイクと、あと全部野球部のやつだって。4社通していきますよね、3年間は。だから予算全くかかんないんだよね。全くは言い過ぎだけど、ほぼほぼクラブチームに行くよりはかかんないから。クラブチームに行ったら遠征代とかやばいよな。月謝が最低1万円以上、遠征でバス代っていうのが5000円とかで、全部それより僕が水のプロやったら10万とか20万とかですかね。だからプールとかでも、学校のプールで水泳部だったらな、できるし、吹奏楽部もできるし、それがもし音楽やりたいって言って町の音楽教室に入らなきゃいけなかったら、それこそいっぱい金かかるからな。課外活動 OK、 もし本当に部活がなくなるのであれば、多分なくなるよ。俺は一人だけこうやって言ってるだけで、もう多分なくなると思う。でも、もう本当にそういう方向なんですよ。そう、もうだから俺はもう亡くなったら、もう貧しい奴らにはスポーツするなって言ってることなんだなとかね。部活、そういうの、じゃあ美術だったり、歌だったり、吹奏楽だったりとか、いろんな文化系のやつもあるけど、もうするなって言ってることだって思っちゃう。なんか課外活動 OK にはしてほしいですよね。その自分たちで作った同好会とか、顧問はつかないですみたいな。ダメなんですかね。でも何かあった時終わるよ。あ、まあ、そっか、はい、学校の敷地、学校の敷地内でやってて、学校の敷地外でやってたら多分大丈夫だと思うよ。自分たちで勝手に同好会って歌って、誰かの家に集まって何かしてるだけだったら多分問題ないと思うけど、学校の敷地内で勝手に同好会って言って何か事故起きたら大問題になるよ。でも言うてくる親はそれでも言うてくるんですよね。自分の家に長居されたとか、好き勝手何でも言うてくるんですよ。だから俺はもう二部構成にしてほしいよね、本当。学校の授業を教える人、生活指導とスポーツの部活をとか文化系の部活を教える人みたいなが一番、先生の負担、これがもし理由がね、俺は先生の負担っていう理由だけなんだったら、これで改善できるなんて思うんだよ。要因はもうやっぱそこが、多分そこが一番じゃないの。そうですね、もうブラックですね。病気になる先生がやっぱ多いんで。あ、そうなんだ。なんと多分もっと言うと、結婚して、でお子さんがいるってなったら、もう旦那さん帰ってこないもの。じゃあ奥さん一人全部しなきゃいけないとなってくると、家庭も潰れちゃうっていう、結構離婚率高いんですよ。へえ、はい、先生って、はい、であとね、都心部とかだったら町のチームあるよ、いっぱい、野球もサッカーでも。田舎とか行ったらないからね。部活なくなったら多分学べるところもないと思うよ。下手したら車で1時間みたいなところで、そんな簡単に多分野球チームもね、課外部活ないよな。ないです、そんな田舎に行けば。部活なくなったら終わりやんな。全部廃止はもう不幸でしかないよな。それは公立と私立全部なんですか？私立は関係ないじゃん。あ、公立で統一ってことですね。私立は別に公務員じゃないから、ね、関係ない。ある先生が言ってたんですよ、部活なくしてた時に、闇バイトとかも増えるって言ってたんです。暇やからな。そうなんです。飛行に走るショーコーラーと、もう救えなくなってしまうって言ってました。あ、なるほど、はい、することがなくて、することがなくて悪さするんで、バイク乗ったりするんで、この可能性は非常に高くなるとは言ってない。日本の文化芸能スポーツを弱くしたいとしか思えないんだよ、俺は。日本を弱体化させようとしてんちゃうかっていう。だからそのできない方法よりできる方法を考えてほしいよな。そうですね。続けるとしたらどうするかっていう、何でもかんでも怪我するから練習させないとか、先生が重労働だから部活やめようとかじゃなくて、怪我しないためにどうするの、休むんじゃなくてどうする体作りするかとか、部活を存続させるためにはどういうアイデアがあるのかとか、そのために何が必要なのかとか、どういうメリットデメリットがあるのかとか、なんかこう
建設的な仕事なんか話してほしいよな。なんかあったら全部やめるみたいな、問題あったら全部やめますみたいな、お前。そうそう、でも熱心に本当にやりたい方も多いんですよ、うん、中には。なんかそういう部活のコーチをやりたくて先生になってる人も絶対絶対いるよな。でも、まあ、でも佐藤さんなんでも別にやりたい人はやればいいってあったんですよね、うん、そうそうそう、もちろん、うん、あとお金かけなくても暇つぶしにやってくれる人いると思うよ。俺はチームの時の少年野球の監督さんとかボランティアだよ、全員。そうっすね、うん、俺中学校の時土日だけ来てくれるコーチいたけどボランティアだよ、うん、みんな。でもボランティアだと部活のじゃあ責任取れないんじゃないですか、なかなか責任まで持ってくれるっていう学校が雇っ、なんだろう、お金払って雇って、親が出てくるからね。そうそう、別に親が出てこないけど何の問題もないから。まあそうです、でも出てきますからね。そうか、出てくるんですよ。俺らの時誰も出ていかなかったよ時代が違いますからねすっごいですよ、うん、何もでも言いたいぐらいですよ、ここでは。こんなやばい親がいたって周りしたいけどまあ一時モンスターペアレントってね、次やろう、次やろう、こんな指導者はやばいっていうの次やります。はい、さあということでね、お越ししてきましたけど、皆さんね、どう思いますか、ぜひコメント欄までお待ちしてます。